起点終天三重県道729号、東浦電線は三重県島市内を通る、かつて存在した一般県道である。島市島町内唯一の三重県道だったが、2013年11月1日30県国時、第747号により廃止され、島市に移管された。別称は三玉通り。島町枠の中心市街地を貫通し、和具裏に至る道路である。 終点付近は2車線化しているが、大部分の区間は1車線である。AB、角川日本地名大辞典編纂委員会、1423ページ、ABCDE 平成7年4月1日30県告示、第206号平成7年4月1日30県告示、第204号平成25年11月1日30県告示、 第747号 AB 平成19年3月30日30県告示。第296号昭和34年1月25日。三重県告示第17号の2平成7年4月1日30県告示。第205号平成7年4月1日30県告示。第208号平成25年11月1日30県告示。 第747号国土交通省平成22年度道路交通センサス、一般交通量調査課処別基本表、島マリンレジャー、アコアン定期船。ありがとうございます。